おお、まだクッパ城。クッパ城？マリオどうしてるのかしら。私もマリオと一緒に頑張れるとよかったのに。マリオさんはきっと大丈夫ですよ。それにピーチ姫はいつも頑張っておられるじゃないですか。マリオさんだってそれを知っていますよ。もうすぐ会えるんですから、その時にはうんと自慢してください。ふ そうで、ティンク、ありがとう。さあ、お部屋に戻りましょう。ピーチ姫、我が輩が聞いてぞ。来なくていいぞ。たまには仲良くおしゃべりでもしようではないか。我が輩ににっこり笑ってみせるのだ。あなたとお話しすることは何もないわ。こんな冷たいこと言うでない。これから我が輩とずっと一緒にいるのだから、そろそろ機嫌を直した方が良いぞ。もうすぐマリオがやってきてあなたをやっつけてくれるわ。そんなことはありえん。他の杖がある限り我が輩は無敵だ。マリオなど我が輩の敵ではない。いい加減にそれを認めるのだ。クッパ様、大変でございます。じゃ、今度亀クッパ様、我が輩は今ピーチ姫と楽しくおしゃべりをしておるのだ。マリオのやつがとうとう星の精7人すべてを助け出してしまいましたですじゃ。そのうち星たちの力を使ってここまでやってくるやもしれませんぬ。一刻も早くマリオを迎え撃つ準備をしなければなりませんぞい。なぬ、おのれマリオめ。亀クババよ、急いで手下どもを配置しろ。クッパ城でマリオを葬り去ってやるのだ。ピーチ姫も一緒に来るのだ。マリオをやっつけられるところをゆっくり見物するがよい。者どもピーチ姫に二度とね、者どもピーチ姫が二度と逃げ出さないようにしっかり縛っておくのだ。あれ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 、くる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 。ピーチ姫にひどいことするな。なんだこのピカピカしたのは。ええ、うっとうしい。あ、ピンクが。早くピーチ姫を連れていけ。いやー、ピンクかわいそう。ダール、はあ。私の名前はダール。マリオくん、よくぞここまで来てくれたね。これで君は7人の星の精すべてを助け出したことになる。本当にありがとう。さあ、いよいよクッパとの戦いだ。私の力をもう君にも使ってもらうことにしよう。スターの杖を取り戻すため、クッパを倒してキノコワールドを平和にするため。そう、ピーチ姫を助け出すためにもね。おざーす。マリオ、7になった。やった。マリオは、そして、お星様にという星の精の技を使えるようになった。そして、お星様には、敵全体に星に帰る技。は？どういうこと？全体を星に帰る技。どういうこと？ちょ、めっちゃ見たいんやけど。マリオ君、まずは星の降る丘まで来るのだ。星の降る丘から、我ら星の国へつながる道を用意しよう。その道の名はスターロード。それを渡って星の国へ来るのだ。わかった。君たちが無事に世界を救ってくれるのが私の願いだよ。頑張ろう、マリオ君。ひとまずはさらばだ。あ、帰ろう。先生成功、やった。たまたまやけど。あった。そして奉仕様にやってみよう。
あー取れた。経験値もらえねえ、いらねえ経験値もらわれへんのか。まあなんか離脱したい時にはちょうどいいかもしれんな。あーそうやな、ハートがどうしても心もとないと言いますか、少ないと言いますか。なんだこれ、あ、ほぼ必要性がなかったものだった。よいしょ。帰るべー。ふえ、びっくりしたーびっくりしたよーし、帰ってきた。回復をしたい。よーし、あ、ちゃんと目閉じてんだね。気づく。うわ、びっくりした。マリオさん、朝起きたらこんなにいっぱいアイテムを置いてあったんですよ。それに不思議なことに雪が溶けたように床がびしょびしょだったんです。もしかして誰かからマリオさんへプレゼントなんでしょうか。でも一体誰が。わあ。割に預けてこよう。預けに。ウルトラキノコ。ウルトラキノコ。誰だろう。雪、あれかな？これなんだ？チャム芋。へぇ、芋あった。芋があった、芋が。何かなと思ったアイテムだった。小豆に来た。アムイモ。スーパーキノコ。あ、そっか。メープルシロップをちょっと預けておいて。3個、緊急キノコを預けておきましょう。メープルシロップか。メープルシロップもな、いるっちゃいるよな。とりあえず行きましょう。あ、違う、こっちだ。
こどこだっけ。ああ、お国さんとこか。ショートカットの親父んとこどこやったっけ、わからんくなっちゃった。よしよし。よし。出口に出れた。入れない。よーし。あと、二人分、パレッタとポコピーの分か。なるほどな。多分、どっかにあと二人分の、グレードアップがあるはずなんやけど、どこかわからんね。一か八か、ハンマーチャンジ、S、フラワーフエル、いらないな。キノコタウンニュース。寒い寒い地方で新発見、マリオさん、クリスター神殿を見つける。最後の星の精を求めて、寒い寒い地方に向かったマリオさん。寒い寒い沢の頂上で伝説のクリスター神殿を発見しました。この神殿はもともと星を祀るために作られたそうです。そこにクッパの手下が潜り込んでいたようです。この神殿の奥に囚われていた星の精を助け出したマリオさんは、揃った星の精たちに会うため星の降る丘に向かった模様。いよいよクッパ城へ、頑張れ我らがマリオさん。まだ行ってないけどな。お星様ハートだ、何ハートだお、お星様ハートだお、ほーら、僕にもかけたお。落書き大好き、ちびちびキノピオだお。落書きかい。何書いてんのかなって真面目に読んじゃった。ごめんなさい、なんか。だお。かわいいんだお。何してんの？あの空の向こうにピーチ城は囚われているんだね。兄さん。頑張ってピーチ姫を助け出してね。コボックマリオへ、その後調子はどうじゃな。フラワーランドは空もすっかり晴れて平和そのものじゃよ。スイレーンは相変わらず自分に酔っておるし、バーバラはお主が自分に気があるんじゃないかと言いふらしておるようじゃよ。噂で聞いた話だと、花子もお主に感心しておるそうじゃ。わしはこの通り動けんが、周りのフラワーさんたちは元気に動き回っておるよ。お主も元気で頑張るんじゃぞ。お主の願いが叶うことをフラワーランドから祈っておるぞ。デックの貴様みたいな人ね。コボックって誰かな思った。雪だるまに、マフラーとバケツを使うとドドーンってドバーンって道が開くらしい。でも雪だるまにマフラーって溶けちゃわないのかな。昨日この秘密部屋に入るとき体が挟まってしまった。もうずいぶん長い間使っているからだろうか。回転が滑らかになるように油をさしておくことにしよう。滑らかになったらしいわこれ。どんくさくない？それちょ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 。よいしょ。リリ。はいはい、マリオさん。ピンキー。ブルース。はい、どうぞ。ピンキー、好きだ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 。お、長いな。やば、ドン引きするわ。この思い、分かってほしいボム、君のブルースより。他の方も書こうや。好きだしか書くな、書かへんとか。あそこにもしかしたら、好きだって書いてたけど、一個だけ耐えたかもしれんけどな。もうそんなとこは見てないけどな。ちょっと引くわ。あかりんや。ママママ、そらそうか。あかりん、赤ちゃんやもんな。
かりんちゃん、元気に、元気だって聞いて安心しました。心配していたのよ。あなたが捕まっちゃった時、私たちはどうしようもなかったの。頼れる人もいなかったから。あなたを探して、キノコタウンを通った時に噂になっていたのを聞いたの。絶対に大丈夫だって信じていたけど、本当に無事でよかったわ。助けていただいた方にもお礼を言って元気で帰ってきてね、ママより。ママン、ママンおってんな。ポコナさんじゃない、誰？フライトさん。はい、どうぞ。ジョナさん。この裏切り者はマリオとなんか仲良くしやがって、絶対許さねえからな。本当はポコピーっていうふざけた名前だって聞いたぜ。これからはポコピーって呼ぶからな。いいか、許してほしかったら、お前の信念を貫いてみな。クッパ様を倒してみろ。そしたら許してやるら。受験部隊、受験部隊のフライト。ポコピー、ええや、ポコピーかわええやん。あ、星のフローカに行きましょう。みんなの手紙も読んだし。てか、ティンク大丈夫かな？さっきティンクなんか投げ捨てられてたけど。お、マリオよ、わしの声が聞こえるか。これよりスターロードへとつながる入り口を開く。恐れずに入るがいい。道は星の国まで続いておる。星の国にてわしら7人の星の精がお主を最後の技をん？お主に最後の技を授けよう。授けよう。これを使えばクッパの持つスターの杖の力にも対抗できる。すげえ。お主が来るのを待っておるぞ。マリオよ、星の国にて会おう。すげえ。うわ、すごい、綺麗。空気ないんちゃう？大丈夫？動けるんや。あ、これ端っこね。な、あ、めっちゃ一本道。ここで、うげって、敵かい！敵かい！これ、あれちゃん、クリオ当たられへんのちゃん。エルモス。エルモス、エルモスだよ。お、青白い炎が不気味な人玉のお化けだ。最大 HP は10。攻撃力は4、防御力は0だ。冷たそうだけど炎だから炎の攻撃は効かないよ。攻撃すると分裂していくんだ。でも攻撃してるうちに倒せるはずだよ。時々オイラたちにも攻撃してくるんだ。その時のダメージは3だよ。水の攻撃はよく効くからね。燃やされないうちに倒しちゃおう。はーい。そうなんや。ちゃかっと、じゃあちゃちゃっと使っちゃいましょう。じゃあお、倍効くんだね。あちあああああ、なんてこと。熱、あ、そうなるんか。むずっ。ハンマーはいける？ハンマーはいける。オッケー。よーし。じゃあ、40に上げときましょうかね。
敵がおると思ってなかった。もうね、いないんじゃない？わ、やらかした。遅い、気づくの。あ、かわいい、ティンクみたいなのいる。こんにちは、それでもこんばんはかな？この星、この星の国はいつでも夜空が、星空が見えるんです。スターの杖が奪われる前は、星いっぱい飛び回る流れ星たちでキラキラしていました。今よりもずっと賑やかだったんですよ。あ、キラキラしてる。かわきれい。かわいい。アテナムシさんおる。星の精様たちが捕まったり、スターの杖が奪われたりでもうダメだと思っていたんです。でも星の精様たちは無事お戻りになられました。星の精様たちはまだ希望はあるって話されてましたよ。ハテナムシさん。ギャンギャンギャン。毎度おなじみハテナムシです。クイズしますか？お願いします。それでは問題いきましょう。問題です。あ、クリオハウス3。あれー、残念、外れです。1なんだじゃん。1なんだ。星の精様たちがさらわれたとき、私の友達はショックで寝込んでしまいました。キラキラ、キラキラしていた輝きも消えて、すごく顔色が悪かったんです。でも星の精様たちがお戻りになられたので、ようやく元気になってました。なってきました。これからも、これもマリオさんのおかげですよ。ありがとうございます。あ、セーブだ。